こんばんは。つながりましたかね。はい、今夜もまたプロナイト始まります。本日はですね、5月の新製品一挙大公開、要チェック、数量限定アイテム盛りだくさん、それではまでお送りしていきます。本日のライブは20時45分くらいまでを目安にお送りしていきますので、ぜひ最後までお付き合いお願いいたします。はい、はい、そして20時50分から私ゆりぴーのアカウントでアフターライブを行います。ライブ内にお答えできなかった質問や私たちに聞きたいことなど、いろんなことにお答えしていきますので、ぜひアフターライブもお時間ある方ご覧ください。はい、早速インスタグラムの方でもこんばんはというふうにコメントも来てまして、栃木ニュースの方もたくさんいらっしゃいます。はい、新製品のライブ、新製品のですねアイテムたくさん本日はご紹介していきたいと思いますので、ぜひ最後までお付き合いください。はい、紹介したアイテムがいいなと思ってくださった方はエントリーしてお買い物をお楽しみください。エントリー方法はライブの途中でご案内いたします。はい、それでは始めましょう。本日ワタプラナイトを担当する資生堂パーソナルビューティーパートナーのゆりぴーとゆうなとまちこです。よろしくお願いいたします。今回はこれからの時期に起きやすい悩みを解決する話題の新商品をご紹介させていただきます。はい、1部では赤みホテルカバーを私まちこが、2部では毛穴カバーを私ゆりぴーが、はい、3部ではシミソバカスカバーを私ゆうなが、そして最後に大注目のメイクアイテムを使ったメイクルックをご紹介いたします。皆さんなんか続々とインスタグラムの方もいただいてますね。はい、けいこさんもこんばんはとたくさんコメントもいただいてます。あとはコスメたくさんだというふうにコメント来てるんですけども、今日は本当盛りだくさんでお送りしていきますよね。はい、はい、では、早速まちこちゃんからお願いします。はい、私はあの天の声として皆様からのコメントにお答えしていくので、たくさんコメントお待ちしております。はい、ぜひね、たくさん、はい、今回はね新製品も多いのでね、たくさんコメントも拾っていきたいと思います。はい、じゃあ、はい、お願いします。はい、ゆりぴーがあの、はい、コメントやってくれるんですけどね、ゆりぴーじゃあこっちに来てもらおうかな。はい、お願いします。はい、皆さんこんばんはってことで、たくさんご入室もありがとうございます。まずはですね、赤みホテルカバーのアイテムを私まちこからご紹介していきますね。最近今日はね、あ、ゆりぴー来てくれた、ありがとうございます。今日はですね、あの今日ちょっと雨降ってましたよね。でもなんか最近ちょっと暑い日が続いてますけれども、私は暑い日が続いたりとかするとですね、ここら辺の赤みホテルマスクってここの赤みが出やすいんですけれども、ワタプラナイト見ていらっしゃる皆さんはどうですか。ぜひ同じような方いらっしゃいましたら、ぜひコメントください。はい、ではですね、早速1点目からご紹介していこうかなと思うんですけれども、はい、1点目がですね、こちらですね。はい、プリオール、はい、薬用美冷やし美リフトゲレのこちらのアイテムになっております。はい、こちら税込み価格で3850円のアイテムとなっております。こちらはですね、7つの機能が1つとなったアイテムとなっておりまして、ちょっとフリップでね、そちらもお作りしましたので、フリップでお見せしますね。はい、ありがとうございます。こんな感じでですね、はい、見えますか ね、はい、ありがとうございます。はい、化粧水と美容液、そして前回のねライブでも登場しました修練化粧水、そして乳液、クリーム、パック、化粧下地まで一つとなったオールインワンアイテムとなど、すごいですよね。で、あの使い続けることでふっくらハリ感を与える、そんなオールインワンとなっております。はい、ゆりぴーありがとうございます。はい、はい、え、あ、コメント、インスタグラムの方のコメントでも、エミさん、体を動かすと顔赤くなるから心配されますというコメントも来てるんですけれども、私もね、もう今ノーメイクなんですけど緊張してきて、ここも赤み出てきてますよね。すごい気持ちわかります。はい、コメント来てますか。はい、あやさんがですね、夜勤だったので久しぶりにワタプラナイト見れてますと、 ありがとうございます。はい、お忙しい中今回は新製品たくさん登場しますので、はい、ぜひコメントも残していってください。はい、でですね、こちらのアイテムなんですけれども、今回はですね、数量限定でひんやりタイプが発売となりました。はい、数量限定なのでね、はい、つけた瞬間からマイナス5度のひんやり冷感で、これからの時期に本当にぴったりなアイテムとなっております。早速ね、私もほてって暑いので、これ早速お顔につけていきたいと思います。はい、じゃあゆりちゃん、その間にコメントもたくさん読んでもらえますかね。はい、はい、まずはですね、洗顔の後ですね、手のひらにワンポンパン一回押し、はい、でいきます。はい、一回押しです、ね、一回押しです。で、お顔全体に丁寧に広げていきます。はい、もうね、このつけた瞬間からひんやり感があって、すっごいもう冷やされていて、とっても気持ちいいです。はい、
そう、コメントの方で、はい、ノーメイクでこのツヤ綺麗とまちかさんコメント来てます。 ありがとうございます。ツヤツヤです。よりつけることによってツヤツヤになりましたよね。はい、つけることでなんかツヤ感ももちろん出ますし、本当に使い続けることでふっくらとした張り感も出ますので、本当にね、エイジングケアされたい方にもおすすめなんですけれども、今顔全体に広げていったんですが、この後手で軽くですねパッティングをしていきます。でこの後優しく一気に押し上げるようになじませていきます。押し上げるように押し上げます。はい、で本当にこのゲル状のクリームとなってるんですけれども、このゲル状のクリームが汗流れがね気になる今の時期でも本当にベタつきなくひんやりとお使いいただけますので、これ一つでですね潤いのあるお肌を叶えてくれます。はい、あとはオールインワンタイプなのでね、簡単にエイジングケアされたい方にもとってもぴったりです。はい、コメント来てますか。はい、私プラスの方のコメントでですね、はい、ふなしさん今年もひんやりアイテム来ましたというコメントだったりとか、はい、あとご質問で、ふぐりんさん、はい、下地機能もあるということは夜には使えませんかとのことなんですが、はい、こちらはですね、はい、夜にもお使いいただけるタイプとなっております。日焼け止め効果とかは入っていないので、そのまま朝も夜もお使いいただけますよ。はい、はい、あとたくさん、はい、コメントいただいてまして、カシさんですね、はい、オールインワンは乾燥肌の人は使用可能ですか、かなり乾燥しますとのことなんですが、はい、はい、私本当に一緒で乾燥肌なんですけど、オールインワンタイプでもすごい、ちょっと見ていただけますか、本当に吸い付くようなしっとり感があって、なんか満足感もありますので、乾燥肌の方にもすごくぴったりお使いいただけると思います。はい、コメント来てますか。はい、あとシャノさんですね、はい、オールインワンって化粧水と合わせて使うと保湿効果上がりますかとのことです。あ、そうですね、化粧水と合わせてお使いいただいてももちろんいいんですけれども、こちらのプリオールのものはもう1個でも本当にこれ1個だけでも満足いただけるぐらい保湿効果も高いものになってますので、ちょっとねぜひこれ1個だけで試していただきたいです。はい、あとインスタグラムの方で、はい、プリオール男性でも使えますかとコメントが来てます。あ、もちろんです、はい、私の父がゴルフをしてて、はいはい、結構ね赤みとかで厚くて赤み出やすいんですけど、ちょっとねプレゼントしようかなって今思ってます。はい、ぜひねお使いください。はい、あとはインスタグラムの方のコメントでも冷たいシリーズはついつい買っちゃうってコメントをいただいてますので、今日ね他にもね、はい、たくさんマイナス5度ひんやりシリーズがいっぱい出てきますので、ぜひチェックいただきたいです。はい、はい、コメント来てますか。はい、私プラスの方で、はい、かなっぺさんが限定と新商品には弱いのですって言って、シャドーブラッシュもコンプリートしてくださったそうなんですよ。わー、すごーい、ありがとうございます。さすがですね。さすがですね。何色が一番気になってらっしゃるのかぜひ知りたいです。そうですね、はい、一押し色があればぜひ教えてください。でこちらのアイテムの最大の推しポイントはですね、これ一つにですね、はい、これだけの成分が入ってるんです。フリップ見えますかね。はい、これぐらいたくさん、あ、大丈夫、大丈夫そうです。いけます。はい、大丈夫ですかね。もう本当にこれだけの成分が入っておりますので、まあ、美白ケアもエイジングケアも妥協できない方、そしてふっくらとした張り感が、さらりとした肌を目指されている方は、ぜひですね、左上のこちらの商品画像からタップして、商品詳細ご確認いただければなと思います。はい、そしてですね、ちょっと欲しいなと思っている方に朗報で、今キャンペーンをやっております。はい。こちらですね、はい、薬用、ゆりちゃん待ってもらうかな、はいはい、こちらのプリオール薬用美冷やし美リフトゲル、または潤い美リフトゲルポンピンをですねご購入いただくと、次回私プラスでお使いいただける500円ポンポンクーポンをプレゼントという流れになっております。はい、こちらですねレフィルは対象外ですのでご注意ください。はい、ゆりちゃんありがとうございます。はい、ぜひね、すごく要チェックなキャンペーンかなと思いますので、ご確認いただければなと思います。はい、要チェックです。はい、そしてですね、2つ目にご紹介していくアイテムがですね、こちらも私たち一押しですね。はい。はい、こちらですね。はい、プリオール、あ、ちょっとロゴがずれちゃいました。ここですかね。はい。はい、プリオール薬用美冷やしリフト。失礼いたしました。プリオール薬用冷やし美ツヤ BB スプレー EX 税込2530円です。こちらですね、全2色展開となっております。はい、はい、ですね、こちらはですね本当に塗りました感はなく、シミシワを自然にカバーしてくれて、こちらもつけた瞬間マイナス5度の冷感と潤い感で肌を引き締め、汗くずれまで防いでくれる冷やし BB スプレータイプのファンデーションとなっております。ファ
ファンデーションでスプレータイプってすごい珍しいですよね、はい、本当に珍しいですよね、はい、本当につけ方は簡単なので早速お顔にもつけていきたいと思います、はいはい、今スキンケアで肌を整えた後になっておりますので容器をですねカチカチと上下に朝が降るまで振っていただいてですね、付属でパフがついております。ちょっとパフもお見せしましょうかね。このようなパフがついております、はいはい、でですね、容器とスポンジも垂直です。あ、失礼いたしました。パフをですね取っていただきたいです。はい、はい、ゆりちゃんありがとうございます。はい、垂直の状態でですね離していただいて約2センチぐらいですね、はい、でシュート、はい、これぐらいやっていただきます、はい、そうするとですねスポンジにこのようにはいつきますので、これで仕上げていきたいと思います。はい、ちょっと分かるようにお顔半分にまずはつけていきますね。ここのねもう赤みが出てきてますので、このカバーの感じも見ていただきたいです。はい、カバーしていきます。こちらもですねつけた瞬間に本当にあのひんやりして、今とっても心地よく使えるアイテムかなと思います。すごい夏場にやっぱひんやりするのぴったりですよね。化粧してる時やっぱ暑いので、本当に暑いですよね、はい、本当になんかちょっとねこれだけ暑いとつけるの億劫になる方とかもいらっしゃると思うんですけど、はい、これはね本当に簡単にひんやりするカバーまでできるのでおすすめです。今どんな感じか見ていただきたいんですけど、こっちが何もついていない方で、こっちがあの赤みが自然にカバーできた方なんですけど、本当に赤みが自然に、本当にカバーできてますね。カバーできてますよね。はい、はい、半分もつけていきたいと思います。その間にゆりちゃんにコメント読んでもらいますね。はい、はい、コメントで、はい、あ、ゆなちゃんも今コメント読んでくれみたいなので、はい、あの今の続々と途中入室の方いらっしゃるので、はい、再度あのテーマなんですけれども、はい、本日は5月の新製品一挙大公開、要チェック数量限定アイテム盛りだくさんというテーマでお送りしております。はい、はい、あとですね、先ほどあの、はい、かなっぺさん、はい、あのシャドウフラッシュのお話ししてたんですけど、はい、雨のちスキップがお気に入りですってコメントいただいてます。すごいカラーですよね。雨のちスキップ今日も後で出てくるかもしれないです。はい、あとインスタグラムの方で、はい、アサミスとさん、赤みが見えなくなりましたねとコメントも来ております。そうですよね、本当にあの今あのインスタグラムの方のコメントでも、ワンブッシュでお顔全体いけますかって、これファンデーションですかね、はい、今使ってるファンデーションについてのご質問なんですけれども、本当に今私シュッとしただけでお顔全体仕上げたんですが、はい、こっちも両方赤みもしっかりカバーできてますので、はい、例えばもう少し赤みをカバーされたい、シミをカバーされたいってことでは、もうシュートもう一回していただいてもいいかなと思いますので、カバーの度合いに分けてお使いください。はい、はい、はい、コメントでですね、はい、私プラスの方のコメントですね、はい、かなっぺさんが BB スプレーと冷やしビリフトゲル、はい、去年のとは何が違うんですかとのことなんですが、はい、ゲルは昨年と同じです、はい、で BB スプレーに関しては昨年のものよりもカバー力がアップしております。そうですよね、はい、あの昨年もちょっと使ってみたんですけど、なんか個人的にも結構カバー力も高くなっていて、あとはみずみずしさもすごくアップしてるかなと個人的には感じました。はい、はい、あとさらにですね、汗水に触れると紫外線ガード膜が強くなる技術っていうものをあの今回から採用されております、はい、まあ、やっぱり研究に研究を重ねてね、どんどんやっぱり化粧品も進化してますね、はい、今回ので強化されてますね、はい、強化されてました。はい、やっぱりね研究を重ねてこう強化とかもね、はい、どんどんされてるみたいなので、やっぱりねぜひね今年もぜひ去年使った方もぜひお使いいただければなと思います。はい、はい、そしてですね、インスタグラムの方で、はい、今年のコメントで夏はプリオールのクール BB スプレー使ってみますとのことです。ぜひ、ありがとうございます。使ってみてください。結構ね赤みもしっかりカバーできて、はい、ツヤ感もある程度残してくれますので、今年の、ね、夏のトレンドメイクにもぴったりかなと思います。はい、ぴったりです。はい、はい、コメント来てますか。はい、私プラスの方のコメント、チズさん、スキンケアの後と言ってましたが下地なしなんですか、はい、とのことなんですが、はい、あの、はい、このですね、プリオールの B リフトゲルですね、こちらを使ってからこちらをつけてるんですけれども、もう本当にあのオールインワンで、これ1個でも1個こちらつけてからこれでもう大丈夫なようにですね、化粧下地の効果も入ってありますので、もう大丈夫です、この2つで。はい、これね化粧下地の効果も入ってますのでね、はい、これ1個で大丈夫ですよ。はい、コメント来てますか。はい、ゆかさんですね、スプレータイプのファンデーションいいですね、はい、2色の違い見てみたいですと、はい、もう1色との、はい、もう1色のファンも見せましょうか。どう見せようかな、ここにつけますかね、腕につけましょうか、腕でちょっとどんな感じか見ていただこうかなと思います。ミディアムですよね、ちょっと出しましょうか、
シュートします。ちょっとここに分かるようにお見せしますね。つけていきます。結構自然ですよね。自然な感じなの で、 すごい自然ですよね。こちらはミディアムの方に、はい、ミディアムの方になります、はい、ライトとちょっと比べてお見せしましょうかね。結構なんかライトの方がちょっと結構馴染みがいいので分かりづらいかもしれないんですけど、今こっちライトつけてみて、こっちミディアムつけたんですけど、ミディアムの方が溶け込むような自然な感じで、ちょっとこうトーンアップさせてくれるのがライトなので、私がね今ライトつけてるんですけど、なんかちょっと肌色もう少し自然に見せられたい方とか、あの普段オークル20番とか使われてる方はミディアムがおすすめかなと思います。はい、そしてですね、先ほどゆうなちゃんも言ってくれましたが、こちらのアイテムですね、汗水に触れると紫外線の防御膜、ガード膜がですね強くなる技術が搭載されてますので、今の時期にもぴったりです。でこちらも7つの機能がこれだけですね。はい、化粧下地も入っておりますよ。はい、もうこれ1個で済ませるのとっても今の時期にもぴったりですよね。はい、コメント来てますか。はい、インスタグラムの方なんですが、はい、ワンプッシュで顔全体いけますかとコメントいただいてるんですが、あ、はい、オール冷やしビーディフトゲルのことですかね。あ、冷やしこっちですね。ビーディフトゲルでしたらワンプッシュです、ね、こっちワンプッシュで大丈夫です、はい、でこちらもですね、シュート2秒ぐらいしていただいて、だいたいこれぐらいの量がつくんですけれども、これでお顔全体になじませれますので、もう少しカバーされたい方はもう一回シュートやっていただいてもいいと思うので、ちょっと使い分けて扱いください。適用量はだいたい私1回押しで全然いけたので、自然なカバーだと1回押しで大丈夫かなと思います。はい、ではですね、たくさんコメント来てると思うんですが、次に行きましょうか。こちらのねアイテム、はい、アイテムなんですけれども、カバーはしたいけど、もう自然にカバーされて、カバーはしたいけど自然なカバーが欲しい方、そしてねひんやりとした感じで使われたい方は、左上の商品画像からタップしてこちらもご確認いただければなと思います。はい、でこあとはですね、まあ、キャンペーンももう一つやってるんですよね。はい、はい、ごめんね、じゃあゆりちゃん持ってもらっていいですか。はい、はい、こちらですね、プリオールの先ほどご紹介したですね、はい、冷やしリフトゲルと、こちらの今ご紹介した BB スプレータイプのファンデーションですね、こちらを2点ご購入いただくと、こちらのプリオールのですねエステ洗顔の、はい、小さいサイズがプレゼントというキャンペーンをやっております。この2つを購入いただくとですね、はい、この今の時期にもぴったりの洗顔フォームもプレゼントという流れになっておりますので、こちらのキャンペーンもぜひご確認いただければなと思います。はい、ゆりちゃんありがとうございます。はい、今日はですね、今ちょっと赤みカバーのアイテムをご紹介したんですけれども、次は毛穴カバーにおすすめなアイテムをゆりちゃんが紹介してくれます。ゆりぴお願いします。はい、私は天の声でちょっと吐けますね。はい、はい、はい、ここからはこれからの時期にぴったりな毛穴カバーの商品をご紹介していきます。はい、私はもうほんと年中毛穴が気になっているのですが、特にこれからの時期すごい気になってきます。で、皆さんは毛穴の悩みとかございますか？ぜひコメントで教えてください。はい、たくさんコメント来ておりまして、結構マキアージュの新しいパウダー気になりますと、はい、いうコメントとかも多いんですけど、はい、そちらも後ほど出てまいりますので、はい、はい、ぜひご覧ください。はい、はい、では私が、はい、年中毛穴に気になってる私が一押しアイテムがこちらです。エリクシールフレバランシングおしろいミルク GR 税込み1980円です。こちら大人気のおしろいミルクのシリーズに数量限定のグリーンカラーが登場しました。通常品はこちらの2つになります。こちらは皮脂と水分のバランスを整えて紫外線ダメージや皮脂による毛穴の目立ちを防ぎます。さらに今回の数量限定のグリーンカラーは自然に赤みをカバーして透明感もアップし、ほんのり冷感で夏でも心地よいメントール入りなんです。はい、本当に今回の数量限定品って夏にぴったりのアイテムが多いですよね。はい、これからの時期も本当に暑くなってくると思うので、ひんやりタイプすごい嬉しいですよね。実際に私お顔につけていきたいと思います。はい、早速コメントでもたくさん毛穴気になってますっていう方でしたり、はい、あとふなっしーさん、はい、ルフレのおしろいミルククールタイプ買いましたと今ピリピリがご紹介中です。こちらです、はい、ありがとうございます。ぜひ感想を教えてください。
はい、インスタグラムの方のコメントでも、はい、この時期ファンデーションの毛穴落ちが気になりますっていうふうなコメントをいただいてるんですが、はい、今のねアイテムぴったりですよね。ぴったりなんで、はいはい、ぜひご覧ください。まず朝お化粧水の後にこちらをパール粒2個分取り、お顔全体になじませます。私は小鼻の赤みがすごい気になるので、そこを重ね付けして優しくトントン重ね付けしていきます。まず半分仕上げていきます。はい、グリーンカラーも、はい、グリーンカラー使ってみたいってインスタグラムの方のコメントも来てますので、はい、今ゆりぴーが実習で見せてくれてます。本当に赤みがしっかりカバーできるんですよね。はい、はい、私プラスの方もたくさんコメントくださってまして、はいはい、グリーンカラーが出たんだとか気になってましたとか。あ、グリーンカラー大人気なんですね。そうですね、皆さんルフレのお白いミルク注目していただいてますね。 ありがとうございます。結構ひんやりするアイテムだと思うんですけど、ゆり、ね、はい、ちゃん結構ひんやりしますか？はい、すごいひんやりしてます。私もすごい緊張していて、めちゃくちゃ暑いんですけど、すごいひんやりして、心地よいです。こんな感じ で小鼻のところ気になるので、少量足してトントンとカバーしていきます。はい、はい、あ、インスタグラムの方のコメントで EXJSB さん40代でも使えますかってことなんですけれども、はい、もちろんです。40代でも赤みが、ね、気になる方だったりとかもね、はい、ゆりちゃんぴったりですよね。はい、はい、ぜひお使いください。はい、こちら半分完成しました。いかがでしょうか？赤みがカバーされてますね。はい、はい、もう片方も仕上げていきます。はい、インスタグラムの方のコメントで、顔色が悪いタイプだとグリーン系を使わない方がいいですかってことなんですけど、はいはい、ピーちゃんが言ってくれた通り、すごく自然にトーンアップしてくれるんですよ ね、はい、なので本当に自然にトーンアップされたい方はすごくおすすめですし、はい、もうちょっともうより自然にされたいって方はカバータイプとかもね、おすすめかなと思いますの です、ね、カバータイプもございますので、はい、おすすめです。はい、ムイリちゃんが見せてくれたものもおすすめです。はい、はい、はい、私プラスの方のコメントですね、はい、タタちゃんさん、どのくらいひんやりしますかってコメント来てるんですけれども、はい、フィリピン今つけてみてどうですか？そうですね、すごい心地よい感じでひんやりします。はい、なんでつけた瞬間のひんやり感がやっぱりすごくありますよね。はい、つけた瞬間やっぱりひんやりしますね。はい、はい、心地よい感じです、ね。はい、暑いこれからの時期嬉しいですよ ね、はい、ですね。はい、小鼻もトントンとちょっと赤みを抑えるように足していきます。あとインスタグラムの方のコメントでも、赤みカバーできてますねっていうコメントも来てます。もう本当に私赤みが気になってるので、このグリーンでカバーできて嬉しいです。なんかゆりちゃんが言ってた、はい、その小鼻の横の赤みのカバーもしっかりカバーできてますね、はい、ありがとうございます。はい、はい、あと私プラスの方のコメントで、皆さん香りがどんな香りですかと、はいはい、いただいてるんですけれども、はい、クールハーバルですね。そうですね、はい、爽やかなクールハーバルの香りになっております。はい、完成しました。いかがでしょうか？これからの暑い時期も本当に心地よく使えて、テカリ毛穴を気にならなくしてくれるので、これからの時期にぴったりです。ぜひ商品詳細左上からタップしてご覧ください。これだけでも毛穴カバーできているのですが、さらにベースメイクの仕上がりを高める新製品のご紹介をします。こちらです。マキアージュドラマティックエッセンスベールルースパウダーリフィルが税込み3080円、別売りでケースが税込み1100円、パフが税込み660円で販売しています。こちらはテカリかさつきをダブルで防ぎ、崩れない真珠のような透明ツヤ肌が続く毛穴レスのルースパウダーです。お肌にのせた瞬間もとろけるようにフィットして、毛穴やキメをカバーしてくれて、真珠のようなツヤ肌を演出してくれます。私はとお肌に馴染んで自然にツヤのある肌に仕上がる、こちらのクリアなカラーの方をつけていきたいと思います。はい、ゆりちゃん、はい、そちらご紹介する前に、はい、先ほどのグリーンの、はいはい、エリクシールのお白いミルクについてコメントが来ておりまして、はい、こちらですか？はい、こちら乳液の後でも使用できますかってことなんですけれども、はいはい、こちらの中に乳液も入ってるんですよね。はい、はいはい、なので省くこともできます。省く方もできますし、はい、その赤を使いいただいても大丈夫です。はい、はい、ありがとうございます。はい、あと私からその方も先ほどのお白いミルクのご質問来ておりまして、はいはいはい、ミミカさん、はい、デイケアレボリューションと同時に使うのですかとのことなんですが、デイケアレボリューションも朝用乳液として使っていただけますので、はい、お悩みに合わせてどちらか選んでいただくといいかなと思います。はい、はい、で
デイキュアレボリューションの方がよりなんかハリ感とか、そうですね、はい、気になる方はデイキュアレボリューションおすすめですし、はい、こちらは毛穴が気になる方におすすめです。はい、はい、ぜひ使い分けてみてください。はい、ではつけていきます。まず粉を取ったらちょっと揉み込んで、頬の高い位置にパウダーをそっと置いてちょっとつけていきます。お顔の中心から外側に向かって押さえるようになじませてください。で、毛穴の目立つところはこのように、私はもうほんと小鼻の毛穴が気になるので、ここをくるくるとつけてみてください。半分つけました、いかがでしょうか。毛穴が出てますね、はい、ありがとうございます。私の悩みの毛穴の凹凸がちょっと補正されて自然な仕上がりになったかなと思います。反対側も仕上げます。はい、はい、インスタグラムの方のコメントでですね、コメントが来ておりまして、はい、湿度がすごい時期なのでルースパウダーのレポ楽しみにしておりましたとのことで、ありがとうございます。はい、マイルスピーが紹介してくれてます。はい、はい、すごいさらっと仕上がるのでこれからやっぱりぴったりかなと思いますね。はい、あとコメント来てますか。あ、はい、私プラスの方で、はい、かなっぺさん、マキアージュのルースパウダーは前のものとどう違いますかとのことなんですが、はい、さらにちょっと毛穴をカバーしてくれる、はい、カバー効果がアップしていたりとか、あとうるさらセンサーコート、はい、そうですね、はい、入っているので、なんか内側はうるっと、はい、はい、しっとりするんですけれども、外は滑らかなさらっとした、はい、ような仕上がりになりますね、はい、あとよりなんかシアー感が出たので、はい、仕上がりもより透明感が出ますよね、はい、ツヤもアップしましたね、はい、そこが前回からのより進化したポイントですよね、はい、はい、ナチュラルで綺麗ともコメント来ています。本当ですね、はい、ナチュラルで綺麗とツヤツヤと、ね、ナチュラル派の方はこちらのカラーかなと思います。はい、はい、あとインスタグラムの方のコメントで、マキアージュの粉気になっているので、お色2色顔の半分ずつでつけていただくことはできますかってことなんですが、はいはい、この後ゆうなちゃんがですね、はいはい、ラベンダーのタイプの方もつけてくれますので、はい、ぜひそちらでですね、ご確認いただいて、アフターライブではね、お顔ちょっと半分ずつもお見せできるかなと思いますので、アフターライブもご覧いただければと思います。はい、はい、はい、たくさんコメント来ておりまして、はい、手の挙げ方がですね、はい、汗には強いですかってコメントなんですけど、ゆうちゃん今日ちょっとつけてリハーサルとかもやったと思うんですけど、はい、なんかこう汗流れとかどうでした、崩れとか気になりましたか。そうですね、やっぱつけることによって崩れが気にならなくなった感じがします。はい、結構なんか汗流れとかにも強くなった感じしますよね、はいはいはい、ピタッとゆりちゃんもすごく今もついてるかな、艶が残るんですけど、はい、汗流れにすごい強くなった強い感じで、はい、はい、今の時期ぴったりですね。はい、あとはですね、はい、ルースパウダー白くなりすぎると思っていましたが、そんなことないのでこれは買いですというコメントが来ております。本当にね、自然に透明感の仕上がりにしてくれてね、はい、こちらですね、粉っぽさもないんですよね、はい、リピ、はいはい、粉が本当に繊細なので、もう粉っぽさがなくさらっとツヤを残した状態でお尻使います。はい、はい、あとですね、今大変ご好評いただいておりまして、はい、たくさんの方にお求めいただいているそうなので、はい、皆さん結構数量限定品とかもねありますので、はい、ぜひお早めに、はい、あとはこれからご紹介するクーポンをね必ずエントリーしていただきたいので、はい、ゆりぴークーポンも見せていただこうかなと思います、はいはいはい、ではクーポンのご案内します。はい、はい、はい、ありがとうございます、はいはい、ここで皆さんお待ちかてのクーポンの ご紹介です。配信日から1週間以内にエントリーかつ商品をご購入いただくと、次回使える500円クーポンをプレゼントという流れになっております。エントリーの方法はこちらの QR コードを読んでいただくか、またはコメント欄にある URL をタップしてエントリーしてください。ツイッターからインスタグラムとツイッターからご視聴いただいている場合はワタプラナイトと検索してコメント欄にある URL からエントリーしてください。はい、はい、このね、必ずエントリーをしていただいてお得にお買い物していただければと思います。はい、はい、と続いてキャンペーンのご案内です。はい、ありがとうございます、はい、はい、ただいま資生堂ビューティージャーニー公式アカウントでプレゼントキャンペーンを実施しております。資生堂パーソナルビューティーパートナーがセレクトした資生堂メイクアップアイテム5点セットを抽選で50名様にプレゼントしております。私ゆりぴーは儚げ透明感メイクのセットをセレクトしました。詳細は資生堂ビューティージャーニーと私ゆりぴーのアカウントをぜひご覧ください。
はい、はい、GP 国長ありがとうございます。はい、インスタグラムの方のコメントで、本当たくさんコメントいただいてまして、はい、マキユーズのドラマティックミストを使っているのですが、その場合、はい、先ほどイリピーが紹介してくれたルースパウダーは先と後どちらでしょうかってことなんですけれども、はいはい、ルースパウダーしていただいてからミストをしていただくと、よりなんかサンドイッチして、ね、よりコーティング効果とかもありますので、はい、ぜひそのようにしてお使いいただければなと思います。はい、はい、私プラスのもたくさん嬉しいコメントいただいてまして、ミミカさんマキアージュの商品好きです、ヤシシャモさん資生堂の技術がすごすぎて可愛いとすごい嬉しいコメントですね。ありがとうございます。はい、あとチャンノリさんもこのパウダー使ってみたいですと、はい、はい、皆さんありがとうございます。すごいパウダーご好評ですね。ありがとうございます。次ゆなちゃんでもパウダー出てくるのでぜひ最後までご覧ください。はい、はい、続いてゆうなちゃんに毛穴とシミそばかすが気になる方のおすすめのアイテムを紹介してもらいます。ゆうなちゃんお願いします。はい、私は天の声でコメントを読んでいきます。はい、私まちかゆうなちゃんの隣でちょっとコメントも拾っていきますね。はい、高さ大丈夫ですね。高さあちょうどいい感じですね。はい、はい、では、私は最近細かいシミとか色ムラが気になるんですが、皆さんはいかがですか？ぜひコメントで教えてください。で、5月ってすごく過ごしやすい季節と言われてるんですが、紫外線の量とか強さってすごくすでに真夏並みなんですよね。なので夏にかけてシミやそばかすが濃くなったなと感じる方や、あと、はい、感じる方も増えてくるかなと思うので、今日はお肌悩みを自然にカバーしながら、なおかつ化粧崩れもしにくいベースメイクアイテムをご紹介いたします。では、1点目がまずこちらですね。はい、マキアージュドラマティックエッセンスリキッド税込み3520円です。この度大人気のこちらのファンデーションからなんとレフィルが発売いたしました。こちらです。こちらのレフィルは税込み3300円です。こちらのファンデーションはカバーしながら極上つるん肌を叶える毛穴レス美容液リキッドファンデです。毛穴の奥まで潤いを届けながらカバーして時間が経っても崩れにくい発売以来大人気のリキッドファンデーションです。今日は色ムラをしっかり自然とカバーしていきたいのでブラシで仕上げていきたいと思います。使用するブラシがこちらです。資生堂メイキャップハスフデファンデーションブラシ税込み2200円です。ではこちらの方で実際につけていきます。はい、ゆうなちゃんコメントもたくさん来てまして、はい、ありがとうございます。私プラスの方でのんのんさんシミそばかす気になりますというコメントも来ております。私シャモさんも目周りのシミ気になってますってことなんで、カバーの感じもね見ていただきたいですね。そうですね、はい、ではまず1回、ディスペンサー1回押し分を取ります。で、私ちょっと今日目から下でつけますね。両頬と額と鼻と顎につけます。はい、私プラスの方のコメントも去年バズったアイテムです、はい、マッシーさんに解説してくれてま す、ね、ありがとうございます。はい、あとシャモさんそちら気になっていてプリウールとかうかそちらにするか迷ってますってことなので、今ゆうなちゃんが実習して見せてくれますので、はい、ぜひご覧ください。つけていきます。はい、ブラシでこのようにお悩みが出やすいところは軽くトン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 と優しく叩いてなじませてください。はい、何かコメント来てますか？カナッペさんからエッセンスリキッドのレフィルありがたいとコメントが来てます、ね、ありがたいですよね、はい、なんかすごく愛用者の方も多いファンデーションなので、はい、レフィルがあるとより続けやすい、続けて使っていただきやすくていいですよね。はい、インスタグラムの方のコメントでも本当にそのリキッドファンで最高ですってこともコメント来てます。あとデフィルもねやっぱり待望にされてる方が多くて、デフィルってコメントもいただいてます。そうなんですよ、はい、なんとデフィルが発売しました。はい、あとシャモさんから5点置き覚えてますとのことで、 ありがとうございますさすがです。で、何度もワタプラナイトで、はいはい、ご紹介させていただいてると思うのでありがとうございます。見ていただいて、はい、あと私プラスのポードのコメントでですね、ブラシで塗るとカバー力がアップするんでしょうかということなんですけれども、はい、ブラシでやっぱりこのようにユナちゃんやってくれてるみたく吸ってくれる と、カバー力、ここの毛穴のねしっかり凹凸のところにファンデーションがピタッとこう乗るようになりますので、毛穴カバーされたい方はブラシ使いとってもおすすめです。はい、そうですね、はい、今失礼しました。いかがでしょうか、今ブラシで一周つけた状態なんですけれども、特にカバーしたい部分はさらにちょっと薄く指に取って、で気になるところにちょっと重ね付けします。はい、
インスタグラムの方のコメントで、はい、秋江さん手で塗った時はどうなりますかとのことなんですが、ブラシのブラシはい、はい、ブラシで使うのと比べると、あの素肌感のあるナチュラルな仕上がりになりますので、ナチュラルな仕上がりがお好きな方はあの手でご使用いただくのもいいかなと思います。はい、はい、私プラスの方のコメントもツヤがあるというコメントが来てます。 ありがとうございます、はい、すごくツヤ、あの、ね、自然にツヤがかなうファンデーションになりますね、はい、で今その気になるところに少し薄く置いたので、それをさらに先ほどのブラシでまた同じようにトン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 と軽く叩いていただくと、カバーしたいところだけしっかりカバーしてくれます。はい、コメントでインスタグラムの方で、はい、エミーさん、ブラシの使い方間違ってました、ありがとうございます、そのことです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます、はい、ぜひ今お伝えした使い方でも使ってみてください。はい、はい、私プラスの方のコメントでもつるっとした綺麗な仕上がりですねっていうコメントだったり、美しいブラシ買っちゃおうかなっていうコメントもいただいてます。ハスフでファンデーションブラシです。はい、はい、あとはミミカさん、ブラシ使いこなせるかなってことなんですけども、今ユーナちゃんがやってくれてるみたいにトントントンとして、はい、このフェイスラインもですね、トン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 で、この目の下の三角ゾーンはトントントンがおすすめです、はい、でそこの、外側は置いて伸ばす置いて伸ばす置いて伸ばすっていう風にスッ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 ってブラシを動かしていただくとナチュラルに馴染んでくれるのと、あのお顔の立体感をより演出しやすい塗り方になりますので、ぜひその方法も試してください。結構今ゆうなちゃんがやってくれたやり方すごく簡単で分かりやすいので、ぜひやっていただきたいですね。はい、ゆうぴコメント来てますか。はい、インスタグラムの方で、そのツヤ感癖になりますよねとコメントいただいております。わかります、私もすごい大好きで、あのなんか軽やかにすごい自然なツヤかつあの自然なカバー力を出してくれるファンデーションなので、はい、私も大好きです。癖になりますよね。ありがとうございます。、はい、ありがとうございます。リピートしてくださってる方もすごく多いファンデーションなので、レフィル嬉しいですよね。ぜひ左上の商品画像をタップして詳細をご確認ください。はい、はい、ゆうなちゃん、ちょっとコメント質問来てまして、はい、ほうれい線あたりはどうしてますかってことなんですけど、あ、ほうれい線ですか。はい、ほうれい線もでも私この辺もこう押さえスースースーと伸ばして使ってます。なんかこう薄く伸ばしてるようなイメージですよね。そうですね、はい、つけすぎない方が、うん、つけすぎると埋まっちゃいますからね。そうですよね、薄く伸ばして、はい、いただくと今ゆなちゃんやってると薄く伸ばすのがいいかなと思います。はい、はい、ではこの上からルースパウダーを使用してさらにベースメイクの仕上がりを高めていきたいと思います。はい、はい、では使用するルースパウダーがこちらです。あ、失礼いたします。あ、こちらですね。はい、はい、5月21日に新発売したマキアージュドラマティックエッセンスベールルースパウダーです。こちらが、レフィルが税込み3080円、別売りでケースが税込み1100円、パフが660円で販売しております。先ほどあのユリピーも使用していたアイテムなのですが、私はあのもう一色のシアラベンダーの方を使用していきたいと思います。はい、コメントでも結構気になってる方たくさんいらっしゃいました。あ、はい、ありがとうございます、はい、そうですよね、色もあるから迷いますよね。はい、で、はい、インスタグラムの方で、はい、ブラシの取り替えの目安を教えてもらえると嬉しいですとのことですが、ブラシ、ファンデーションブラシですね。はい、ファンデーションブラシは、はい、私でも毎日のメンテナンスは普通にティッシュオフで使ってて、はいはい、週に1回ぐらいですかね、ブラシクリーナー使ってるんですけど、はい、取り替えの目安、はい、ファンデーションのつけがちょっと悪くなったら実際、そうですね、はい、とかちょっと手触りが、はいはい、ちょっと固くなってきたなっていうタイミングとかがおすすめかなと思います、はい、あとなんかこう、はい、顔につけるとなんかちょっとブラシが悪くなってくるチクチクした感じが、そうですよね、わかると思うので、はい、それがあの取り替えるタイミングかなと個人的に思います。毛質が変わってきたらっていうのがわかりやすいかもしれないですね。はい、ではすいません、先ほどのおしろいの方に戻りますね。今日私あの毛穴とか色ムラを自然にカバーしていきたいので、資生堂メイキャップのこちらですね、マルチフェイスブラシを使用して使っていきます。こちらの方は税込み3850円です。でブラシにこのようにおしろいを取ります。取ったらちょっと手の甲とかでこうなじませてから、私はあの気になるところだけ部分使いしてます。崩れやすいところですね、この目の下とか、失礼いたしました。
ーゾーンですね、小鼻周りとかに使ってます。はい、ゆりぴーコメント来てますか。はい、ジャーニーの方で、モナンさん、先ほどもコメントにありましたが、スノービューティーとの違いはどうですかとのことなんですが、はい、スノービューティーはスキンケアパウダーになっているので、スキンケアの一番最後に使っていただくことによって、お肌表面をさらっと滑らかにしてくれたりとか、あとスキンケアをグッと閉じ込めてくれるような、はい、効果があります。で、それでなおかつおしろいとしても使えるっていうものがスノービューティーです。で、こちらの方マキアージュの今回のフェイスパウダーの方は、よりなんかカバー力であったりとか、あとちょっと透明感、透明感が出たりとかっていうところの、ちょっとカバー効果っていうところはマキアージュの方が高いんじゃないかなと思いますので、ちょっと用途に合わせて使い分けてみてください。はい、私プラスの方のコメントも、部分使いなるほどですってコメントもいただいてます。はい、はい、部分使いすごくおすすめです。はい、なんかツヤを残したい方とかは部分使いですね。いいですね。はい、あともう一個来てまして、はい、ラルフで買うか悩んでます。あ、値上がりってコメントが来てるんですけど、ね、望んでいただいてる方多いかもしれないんですけど、ちょっと値上がりがちょっとご予定されているアイテムですので、はい、ちょっとね、その前に私プラスの方もちょっと品切れしてるアイテムもあるんですけれども、随時入荷しますので、ぜひチェックいただければなと思います。はい、はい、私たちも値上がり前にね、はい、ちょっとまた買おうかなって思ってますよね。はい、はい、今仕上がりましたが、いかがでしょうか。なんか毛穴とかキメをカバーしながら自然にトーンアップできたかなと思います。はい、あ、コメント来てますか。はい、シャモさんから、ゆうなさんとゆりぴーさん横に並んで見てくださいましょう。ああ、ちょっと待って、ゆりぴーちゃんおしろいのラベンダーと、ゆうなちゃんがラベンダーで、はい、クリアクリアのカラーです。わかりますかね。あ、そうそう、でもやっぱりこうゆうなちゃんの方が本当に透明感がよりあって、ゆりぴーが自然なツヤが出てますね。はい、違い分かります。こんな感じで、はい、かけます。はい、はい、そうですね、すごく粉っぽくならずにつるんと滑らかな、まさに真珠のようなツヤ肌に仕上がるところが私のお気に入りポイントです。先ほどゆりぴーが使用してたクリアカラーは、クリアカラーこちらですね、が肌なじみのいい自然なツヤのある仕上がりでしたが、私が使ったシアラベンダーの方はなんか肌をトーンアップしながらツヤめくような仕上がりになりますので、色ムラとかくすみとかが気になる方だったり、あとトーンアップしたいなっていう方はこちらのシアラベンダーおすすめです。ぜひ詳細をご確認ください。はい、私プラスの方のコメントでも、確かにツヤ感ないゆりぴーさんかなって、ありがとうございますってコメントも来てますので、仕上がりイメージに合わせてお使いください。はい、では、ここでマキアージュより素敵なキャンペーンのご案内です。はい、あ、じゃあ私シュシュ待ちますね。 はい、ありがとうございます。こっちですね。はい、見えますかね。これでいいですかね。はい、1回のお買い物につきマキアージュのベースメイクアイテムの対象商品を合計税込み6600円以上ご購入の方に、オリジナルシュシュ、こちらですね、こちらですをプレゼントいたします。はい、片手で失礼いたします。なくなり次第終了となりますので、お早めに私プラスマキアージュキャンペーンページをご覧ください。はい、ゆうぴーコメント来てますか。はい、コメント、インスタグラムの方で後藤理香さん、はい、熊の筆ですかということなんですが、質問いただいてるんですが、はい、熊の筆の技術を用いた人工毛、はい、そうですね、はい、このシリーズすべてそうですね、はい、資生堂メイキャップのブラシは全部共通です。はい、はい、あ、コメント来てますか。はい、はい、パフとパウダーの間の仕切りはどうなってますか。あ、とのことなんですが、パウダーの間の仕切り、ここの間ですよね。そうですね、はい、ここちょっとメッシュじゃないんですけど、小さい穴がいっぱい開いてるんですよね。ここをお見せしましょうか。これをお見せしましょうか。開けてみたですかとのことなんです。あ、ミリアはないですね。はい、ちょっと今すいません、展示で少し横で置いてしまってたので、ちょっとだけ粉が出てるんですけど、ごめんなさい。 ここをお見せしたら、あ、こんな感じ。あ、そうです、見えますかね。こんな感じです。ありがとうございます。はい、はい、ちょっと穴が、はい、開いててメッシュじゃないんですけれども、それでパフに取っていただいて、ゆりぴーがさっきしてたみたいにこうなじませてから、はい、ご使用ください。ちょっと横置きポイントですね。横置きポイントですね、はい、私たち展示してたから、すいません、
はい、ではちょっとお時間が迫ってきてますので、はい、そうですね、はい、最後に大人気のマジョリカマジョルカの限定アイシャドウのご紹介をいたします。ゆりぴーにも戻ってきてもらいますね。はい、はい、はい、今回はですね、時間の都合上ですね、限定カラーのアイシャドウのうち1色をご紹介させていただいて、残りの2色はですね、ゆりぴーのアカウントからのアフターライブでご紹介していきたいと思います。ぜひね、皆様の見たい色をコメントで教えてください。はい、はい、これですね、はい、それぞれのカラーを見せしましょうか。まずゆりぴーがつけてる、はい、私がつけてるのが BR251 そよ風オアシスです。じゃあ見たい方は黄色お願いします。黄色のハートで、はい、はい、コメントください。はい、そして RD の352くぼまのバランス、はい、こちらが見たい方は赤いハートをお願いいたします。はい、はい、そして PK753アメノチスキップが見たいっていう方は青のハートでコメントしてください。はい、ぜひコメントお願いいたします。それぞれハートの、はい、コメントいただけるとです。はい、あ、続々コメントいただいてます。はい、いかがでしょうか。真ん中黄色ハート、赤ハート、黄色、青、赤結構まんべんなく来てますね、私たちの想像。青、ね、青、赤、青、赤、青、え、迷いますね、迷いますね、まんべんなく来てますね。青、青、青、私プラスは青、青が結構、私プラス、あ、青が多くて、ジャーニーは青です。でもインスタグラムも今ちょっと青が増え始めてます、はい、ではちょっとね、青でいきましょう。青で、はい、はい、さっきあれですね、かなっぺさんがコメントでくださってたカラーですよね。そうですね、カラーですね。はい、PK753 のアメノチスキップですね。こちらですね、はい、お値段が税込み2090円です。あの絶妙なくすみピンクでクールに決まるあのモーブベージュカラーとなっています。ちょっと今両目ついてるので片方だけ落として実際つけていきますね。はい、落としてくれてる間にコメントも読んでいきますね。あ、青が多いです、やっぱり多いですか。はい、あ、嬉しいですってピーチさんからもコメント来ております。他のカラーもですね、エリピンのアフターライブでですね、はい、しっかりご紹介していきます。はい、ね、はい、ジャーニーの方でマキアージュのファンでも気になるしアイシャドウも気になるとコメントいただいております。ありがとうございます。ぜひあのアイシャドウの方、失礼しました、私のアフターライブでご紹介するので、ぜひこの後のアフターライブもご覧ください。はい、かなっぺさん、アメノチスキップの下2色のラメカラーがすごく綺麗で好きっていうコメントも。そうですよね、下2色のラメ、ここですね、この2色ですね、綺麗ですよね。ちょっと今からつけていきますね。では、実際アイシャドウブラシを使用しながらつけていきたいんですが、使用するブラシがこちらです。資生堂メイキャップ斜め筆マルチアイブラシ、お値段税込み3080円。そしてもう一つがこちらです。資生堂メイキャップ刀筆アイライニングブラシ、こちらが税込み2420円です。ちょっと今こちらの刀筆の方があの大変ご好評につき、私プラス公式オンラインショップの方ではおしのぎで中になっておりますが、あの随時入荷予定なので、ぜひ入荷まで少々お待ちいただければなと思います。はい、はい、ではつけていきます。右下のこちらですね、ハイライトラメカラーから順番に半時計回りで使っていくんですけど、まず右下のハイライトカラーを先ほどのマルチアイブラシに取ります。取って、でまぶた全体に広げますね。見えますかね、色結構しっかりカラーも、ね、はい、見えますね。まぶた全体にしっかり入れていくんですね、はい、そうです、まぶた全体にしっかり入れます。そして次に右上のこちらのマットシャドウを、こちらも先ほどの斜め筆に取って、次はアイホールに、アイホール全体にのせます。はい、資生堂のジャーニーの方のコメントでですね、はい、こちらですね、発色いいですか、このうちはってことなんですけれども、発色もいいです、とってもいいですよね、はい、発色いいです。はい、あと粉末、粉の粉末もすごく細かいのでピタッと目元にフィットしてくれる感じありますよね。はい、はい、
はい、では続いて今マットシャドウまで乗せたところなので、3個目右左上のこちらのグリッターカラーを失礼いたしました左上のパールカラーを目の際に入れていきます。とこちらの今斜め筆を使うので斜め筆のここのちょっと毛足の長いところを使用していきます。毛足の長い方をさーっと取ってで目の際に使っていきます。はい、はい、私プラスの方のコメントも発着いいですねというコメントもくれてます。まじまじはネーミングいいですよねってことなんですけど、そうですよね、ネーミングも可愛いですよね。可愛いですよね、はい、ジャーニーの方で、はい、40代ですが赤のカラー買いました。キラキラすごくてメイクがめっちゃ楽しいですとのことで、あ嬉しい、ありがとうございます。キラキラ可愛いですよ ね、 ですよね、はい、ありがとうございます。今左上まで付け終わったので最後に左下のグリッターカラーを、下まぶたと黒目の上につけていきます。はい、でヨネちゃんのもうちょっとなんか目元のアップが見たいみたいなので、もうちょっと寄れますか。頑張っていけますかね、椅子をヨネちゃんスラッとしてるから、いえいえ、あ見えますでしょうか。見えますかね。はい、ヨネちゃんちょっとファンデーションが直せてないんであれなんですけど、はい、はい、で下まぶたに刀筆の先端に取って入れていきます。ラメ見えますかね。はい、ラメの感じもたっぷり取っていきますね、はい、このラメが本当可愛いんですよね。いいでなんか全色使わなくてもそのお好きなシーンとかに合わせてラメの具合とかも調節できるのでそれも嬉しいですよね、はい、インスタグラムの方たくさんご入していただいている方すごい多いんですけど、本日は5月の新製品をご紹介しております。後であの私のユリピーのアカウントでもアフターライブを行うのでぜひあのご覧ください。はい、ありがとうございます。では、最後グリッターカラーを指で取って黒目上にポンポンポンって上まぶたの黒目の上からトン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 と広げていきます。はい、あとですね私プラスの方のコメントでアイメイクをすると、はい、ちょっとシワシワになってしまいます、対策方法を教えてほしいですってことなんですけれども、まぶたがですね、はい、ちょっとアイクリームとかで保湿していただいたりでしたりとかしていただくとそういった対策になるかなと思います。あとアイシャドウベースとかも、あ、そうですね、はい、はい、メイク前にですねやっぱりアイクリームとかもね、あとアイシャドウベースとかもおすすめなのでそのようにして対策していただくといいかなと思います。アフターライブでもそのあたりもお話できればなと思います。はい、はい、いかがでしょうか。今こちら側もつけました。色味わかりますか。すごい可愛いですよね本当に。私プラスの方ね、ちょっと笑っちゃうコメントだけど、はい、ゆうなさん顔がイケメンというコメントをいただいてます。イケメンです。かわいいなと、そのかっこよさを感じますからね。ありがとうございます。はい、はい、では、はいはい、今、絶妙なくすみピンクなので、なんか抜け感と明るいなめ感で立体感も演出できます。では、2人にもここで戻ってきてもらいます。はい、はい、はい、戻りました。でですね、今日はちょっと。お時間の方がですね、はい、大変申し訳ございません、はい、皆様にね、ままたくさん紹介したくってちょっと紹介してるんですけども、最後に私たちの一押しアイテムをぜひちょっとご紹介させてください。はい、こちらがですね、はい、はい、ちょっとフリップですね、はい、お見せしますね。じゃあ先ちょっと商品お見せします、はい、アメンズウォーター L キャンペーンセット税込み2420円ですね。今の時期紫外線冷房汗皮脂によるあの乾燥対策にぴったりなアイテムになっております。はい、はい、持ち運びにね便利なサイズがこちら隣についておりまして、はい、ちょっとそちらもお見せしましょうか。はい、こちらです。今ポーチとかにもぴったりで、通常品にこちらの小さい、はいはい、サイズが 50mm がついてくるってセットになっております、はい、ね、ゆりぴーもゆうなちゃんも使ってくれて、はい、すごい人が細くて本当に気持ちいいですよね、はい、気持ちいいですよね、はい、私はもうお風呂上がりのマストで使ってます。はい、はい、すごくねお風呂上がりもぴったりですよね、はい、こちらも左上の商品画像からタップしてご確認いただければと思います。はい、はい、そしてアメンヌから2つ目の素敵なキャンペーンのご案内です。はい、ちょっとそちらも私フリップ出しますね、はい、5月31日までの期間中ですね、はい、エントリー後に私プラスで1回のお買い物につきアメンヌの商品を合計税込み3300円以上ご購入で、町田啓太さんと
アメンヌのオリジナルクリアファイルをプレゼントしております。商品をご購入の前に必ずエントリーをお願いいたします。お得な機会にぜひ私プラスアメンヌのキャンペーンページをチェックしてみてください。はい、そして、はい、クーポンのご案内です。はい、購入前にエントリーいただきライブ配信後1週間以内に使えるお得なクーポンのご案内です。はい、こちら500円のクーポンプレゼントなんですが、詳しくはコメント欄からや、あの QRL から詳細ご確認ください。QR コードですか。QR コードです。よろしくお願いします。はい、オンラインビューティーのご案内です。はい、オンラインビューティーのビデオデビューティーでは D プログラムのこちらですね、はい、濃密美容液と本格美白ケアのこちらですね、薬用美容液ハグメランフォーカス EV の2つのサンプリングコースを実施中です。サンプルがなくなり次第終了となりますので、早めにビデオデビューティーのサイトへアクセスしてカウンセリングのご予約をしてください。そしてはい、はい、失礼しました。私たちの仲間であるチロさんが綺麗が叶う時短術伝授コースを担当しております。チロさんのコースは5月31日までの期間限定の実施なので、ぜひこちらもビデオデビューティーをチェックしてみてください。はい、 QR コードもこちらにございます。チロさん本当に毎回コメントが面白くって、私のクリアファイルはちょっと会社にちょっとデザインが決めましたね。みんなでお揃いで使っていきましょう。はい、いらないそうです。はい、そしてですね、はい、私たちの SNS アカウントについてのご案内です。はい、ハッシュタグ資生堂ビューティーチャーニーで検索していただくと個性豊かなメンバーの投稿が見られますので、ぜひこちらもチェックお願いいたします。はい、そして20時50分から私ゆりぴーのアカウントでアフターライブを行います。すいません、ちょっと過ぎてしまうんですが、ちょっと空中過ぎになってしまいます。はい、よろしくお願いします。はい、ライブ内でお答えできなかった質問などお答えしていきますので、ぜひアフターライブもご覧ください。はい、しっかりね、この他の2色とかもね、ご紹介していきましょう。はい、はい、続いて次回のライブ5月25日木曜日20時からです。原宿駅すぐの資生堂ビューティースクエアに突撃、ビューティーを発見し遊びをシェアする体験発信型スポットというテーマでお送りいたします。ぜひご覧ください。はい、楽しみですね。本当楽しみですね。ちょっと私たちもね、まだ行ったことない場所なので、はいはいはい、どんなところか楽しみですね。楽しみです。はい、ぜひご覧ください。ご覧ください。はい、では本日たっぷりご紹介していたんですけれども、はい、ぜひね、また次回のライブでお会いしましょう。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。手元が、はい、持ってますね。はい、エントリーお手中お願いします。アフターライブでお会いしましょう。ありがとうございました。9時からアフターライブ行います。急ぎます。急ぎます。